こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。昨今の新型ウイルスにより、潜水艦での運用の仕方に変化が出てきています。海上自衛隊でも米海軍でも、それは同じで、潜水艦艦内にウイルスが侵入すると一気に蔓延しますよね。クルーズ船でもこの状況は見えていました。では今回潜水艦事情を詳しく見ていきます。やっぱり難しいのかな。2020年10月、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦、ロナルド・レーガンが南シナ海に進出し、同月アメリカ海軍の駆逐艦も、同海域での航海の自由作戦を行うなど、中国に向けた牽制行動が、増加している。こうしたアメリカ海軍の動向は、多分に、大統領選挙での再選を見据えた。トランプ大統領の中国に対する強硬姿勢を示す政治的アピールとも言えそうで、今後もしばらく続きそうな気配だ。特に2020年の春先にはグアム島に停泊中だった航空母艦セオドア・ルーズベルトの乗組員から新型コロナウイルスへの感染が発生し、艦自体が運航ができない非常な状況に陥った。これにより、一時はインド太平洋方面で稼働可能なアメリカの航空母艦が一隻も存在しなくなるという不測の事態にまで発展したが、7月には再び南シナ海に派遣できる状態に復帰している。しかし、こうした航空母艦の空母打撃群が行動できなかった5月に、アメリカ海軍は太平洋艦隊に所属するすべての攻撃型原子力潜水艦戦力を、西太平洋や南シナ海方面に展開すると表明していた。ここからは、航空母艦の運用に開いた穴を埋め、中国に対抗可能な最も有効な戦力が、その時点では攻撃型原子力潜水艦だったことを印象付けたが、位置そのものが取得される艦艇ゆえにあまり注目されなかったように感じる。この表明が正確に実行されたとすれば、ハワイ・グアム・サンディエゴなどの海軍基地から10隻前後の攻撃型原子力潜水艦が投入されたと考えられるが、それらの持つ打撃力は対艦、対地ともに相当なものだ。ことに、近年艦艇数では驚異的な増強を見せる中国海軍であっても、アメリカや日本よりもまだまだ弱いと考えられている追戦哨戒能力では対抗することは困難だったであろうと推察される。少し興味深いのは、こうしたアメリカ海軍による攻撃型原子力潜水艦の西太平洋や南シナ海方面への展開が号令されている中でも、逆に日本の米軍基地へのそれらの入港は減少していた点だ。佐世保港には3年前の2017年には年間最多の26回、つまり月に2回以上は入港していたアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦だが、2020年は3月頭に入港して以来半年以上1回も入港していない。これは佐世保港に限定されたものではなく、
同様に横須賀港においても減少傾向にあり、こちらも年に15回前後は平均的に入港していたものが、この2020年は8回と、その数を大きく減少させている。この一見すると、不可思議な現象も新型コロナウイルスの影響だと見られており、水上戦闘艦以上に密閉された環境に置かれる潜水艦は、不用意な入港で乗組員への感染が広まることを懸念しているのだろう。そうは言っても、燃料の補充は、不要な原子力潜水艦であっても、物資の補給や乗組員の休息などで必ず寄港する必要は生じ、最大でも連続航行日数は、70日前後ではないかと考えられている。このため、西太平洋や南シナ海方面への展開を命じられた攻撃型原子力潜水艦は母港である基地へと定期的に戻っているのだと思われ、作戦行動としてはかなりの負荷を強いられていると言えそうだ。従来、佐世保や横須賀、そして沖縄の基地に入港していたアメリカの攻撃型原子力潜水艦は、周辺海域の哨戒や北朝鮮等の監視、対地攻撃能力の誇示、専用設備があれば、特殊部隊の運搬などを担っている。今回の西太平洋や南シナ海方面への展開は、こうした中でも特に、対地攻撃能力の誇示を中国に対して行った行動だと思われるが、主となる。兵装は、魚雷発射艦及び垂直発射艦での運用が可能なトマホークだろう。トマホーク巡航ミサイルは、スタージョン級攻撃型潜水艦以後、アメリカの、すべての攻撃型潜水艦や大多数の水上戦闘艦に搭載されており、特に湾岸戦争では実戦投入されて戦果を上げたことでよく知られている。トマホーク巡航ミサイルの速度は音速以下であり、迎撃を回避する性能などは有していないが、対潜哨戒能力に乏しい中国海軍が母艦であるアメリカの攻撃型原子力潜水艦を探知することは困難だろう。そのため、航空母艦に対抗する弾道ミサイルはすでに配備している。中国からすれば、実は航空母艦以上に脅威となるのが、こうした攻撃型原子力潜水艦からの対地攻撃能力だと考えられる。日本では、海上自衛隊の潜水艦は、敵の水上艦艇や潜水艦を攻撃する魚雷が主兵装ではあるが、敵基地攻撃能力の是非などと議論を封じるのではなく、敵の弱点をつく、こうした兵器をもっと検討すべきだろう。そもそも、兵器に攻撃的も防御的も関係なく、運用次第でどちらにも使用可能な状態でなければ、例えば尖閣諸島に上陸されても、奪還するための手段は大幅に限定されることになってしまう。日本は防御専門で、攻撃はアメリカ軍が担当するものだという奇妙な役割分担をいい加減に見直す時期が来ていると感じられてならない。